でもこれがいいと思ってるよ、この人、いいでしょ、ちょっとストレートに、ちょもうちょいストレートとかね、お母さんのくせ毛が俺映ったんだから、中山家の遺伝で俺がくせ毛だからなんか一時期銀色のなんかメッシュ入ってたな、あんたの話すごい下手だね、村になってるねって言ったじゃない。ああそう、そう、そう俺がそのメッシュにしかない、メッシュの時におばあちゃんに会って、そしたらあんたの髪切ってるところの人は下手だね村になってるよって声かけてるお前一人で行った、うん、そうなんだね、おばあちゃん一人で行ってるからね、目玉焼きで迷って僕が途中とんでもないとこで降りて、苦手だからね俺もうそういうのが、そしてまた乗り換えてきて、じいちゃんとばあちゃんと二人で、ね、駅まで迎えに行って中国の時も迷って、うん、でみんなでやっぱ遊ぶ約束か会う約束してて、順、うん、平がいくら経っても来ないって、うん、携帯もないし、うん、真っ暗になっちゃって外が、うん、もう本当にもう泣きそうになって、うん、お母さんは、うん、どうしようどうしよう入荷されたのかもしれないとか思って、ここにいる人みんな探して、あ、覚えてるかも、あや、うん、え、あやもいるよね、いたいた、え、探したわ、うん、めっちゃ覚えてる、ジュンペーとか言ってるわ、言ったわ、みんなで話して、こうやって集合して、こっちもいなかった、あっちもいなかったやったわ、で、そしたら、誰かから電話来た、うん、そしたら、ジュンペーがいつもそのマンションから出てる循環バスみたいなやつのバス停に行って、うん、そこで誰かに話しかけて、うん、携帯貸してくれって言ったみたいで、うん、なんかやっぱちょっと電話番号覚えてたのかわかんないけど、うん、お母さんに電話来て、うん、今純平そこのバス停にいるってよみたいな感じで言って、うん、とか言って、うん、普通はそのバス停降りてまっすぐこの道行ったらその着くよって言ってんのに、全く逆の方行ってめっちゃ思い出した、フラッシュバックした、道も全部わかる、そう、日本の行方不明とちょっと話が違うから、そうなんだ、中国の言葉が通じないし、順平話しかけても、本当心配した、怖かったね、順平覚えてないんじゃないの、覚えてる、もちろん、嘘、覚えてる覚えてる、今言われたら覚えてるわ、行方不明になったの、怖かった、一人の方が怖いよマジで意味が分かんない、もう何と思ってよく話しかけたなと思って、泣いてたんじゃない俺多分、私は泣いてた、もう泣いてて話しかけられたのか、あやもちっちゃかった、小2とかだね、うわよかったお母さんについてってめっちゃ思ってたの自分の立場じゃなくてよかったって多分ちっちゃい時思ってたの小2で中国で行方不明やばくって冷静にやばすぎるから、泉谷かどっかに行った時のゲームコーナーで、あやちゃん2歳の時にちょっといなくなったじゃないの、覚えてない、いやいなくなってしまうね2歳はしょうがないでしょ2歳は親の責任、2歳は目離すなちょっと本当に目離した隙に、うん、回る汽車があるじゃないの、100円から、うん、この子小さいから、それ一番前のこういうなったとこにちょんと座ってただけなのよでも、乗ってたもんね、うん、乗って、それ乗って考えれんのに、うん、乗って座ってたらこういう風になってるから目の前におるのに、それが全然見えないのよ、2歳だったら、友達の子供とかいるからわかると相当ちっちゃいよ、喋、うん、れないし、知らない人に連れてかれてもそれすら記憶になくなる、わからんよ、うん、さ冷静にさ、知らない人に連れてかれてる可能性って少なくない、いや、わかんないよ、中国なんかものすごくやるの言ってる時とかでもあるから、誤解が多かったからさ、人身売買だから、うんうん、まあ、この連れてかれた俺が本当に順平売れないだろ売れるだろ、めちゃくちゃ売れるわ、内臓だけだったの